映画ダバナシリーズ、今夜ついに決定、俺たちの好きなベーコンはどれだ祭り。70年代から変わらぬ存在感を話し続ける俺たち好みの俳優、それがケビン・ベーコンね。ケビン・ベーコンが出てれば最低限なんかこうその映画のクオリティが保証された気がする、そんな感じの俳優、そして、未だに第一線を走り続けている、本当すごいことですよね。数多いケビン・ベーコン出演作の中で俺たちが一番好きなベーコン映画は一体どれなんだ。このね、不毛なあれでいつもなんだよベーコンとやるに決まってんだろ、こういうのいつもね皆さんあちこちで取っ組み合いの喧嘩、不毛な一夜をね、過ごされてきたと思います。ということで、長年俺たちを悩ませ続けたこの問題に今夜ついに終止符が打たれます。決定してしまいますからね、もうベーコン問題解決です。ということで、まあ、今回なぜこんなね、企画を考えたかといえばですね、ケビン・ベーコン主演の最新ドラマ、7月からワウワウで放送が始まるザ・フォローイング、が始まるからっていうことなんですけど、これ皆さん誤解なきように言っておきますけど、ワウワウから一銭たりともそのスポンサード的な何とかもらってないですからね。単に、おなんか今度フォローイングってやるから、ついに温めていたあの企画出していいですか、俺がこの企画でベーコン待ちです、ベーコンだってお前らベーコン好きだろみたいな、怒鳴り散らしてね過激企画会議で怒鳴り散らしてこう通した。まあもちろんあのワウワウさんね、フォローイング、これ僕1回目見ましたけど、なかなか面白かったですけどね。ワウワウさんから一銭ももらわずにベーコンを盛り上げていく、そういうコーナーとなっております。あ、じゃあ一応スタジオの中にいる連中をね、一通り紹介しておきますかね。向かいで鼻くそほじってないおなじみ構成作家古川。あ、どうも古川です。まあベーコンにはちょっと一言ある。そうですね。まああんなベーコン、こんなベーコン、いろいろありますけどね。楽しみですね。中身がある気が一切、予感が一切しない。心ない感じでスタートしてしまいましたね。そしてですね、この方、やっぱ今日はこれが重要でしょうね。ケビン・ベーコン現在54歳ということなんですけど、同じ。ケビン・ベーコン世代、ベーコン世代ですね。同い年で、同い年、番組アドバイザー瀬野陳さんです。はい、瀬野でございます。ということで、まあベーコン世代、ベーコン世代、まあ、ベーコン世代、ベーコン世代ですが54歳同い年ってことで、まあ多分この中で一番ベーコンの気持ちが一番分かってるのは、そうでしょうね。そうでしょう、年齢との戦い、年齢との、あ、そういうこともありますよね。はい、ちなみにですね、本日、バックミュージック、ずっとね後ろでかかってる音楽は、ケビン・ベーコンがお兄さんと組んだバンド、ベーコンブラザーズの楽曲、これでやろうと思って、かなり本格的にね、ミュージシャン活動されてる方なんですよ。で、まあ、78年アニマルハウスでデビュー、はい、映画デビューしてると、なんですけど、そこから先ほど勘定していただきました、うん、テレビシリーズ含めるって75本出演作ということなんですね。はい、なんですけど、この75本、1978年からこの2013年、うん、今に至るまで75本出ていながら、うん、キャンペーン等で、映画のキャンペーンですよ、映画のキャンペーンで日本に来たことないんですよ。で俺ね、ベーコン日本嫌いみたいな、まさかね、まさかね、うん、とか思って、あ、だったら俺ベーコン特集やるのちょっと嫌かなとかありがた迷惑かなと思ったら、ベーコンブラザーズ、今流れてるそのお兄さんとやってるバンドでは来てるんだって、2006年に、うん、だから別に日本嫌いってわけじゃない、ブルーノート東京かなんかでライブやってたんですよ。てかもうミュージシャンで来るから、むしろ日本は好き、親日か、おそらくはね親日かどうかまでは知りませんけどね。まあ、ということで75本もあるわけですから、はい、というなんかこう僕らがいろんなその好きな映画の話とかしてて、結構ベーコンあれにも出てる、これにも出てるね、いろんな映画に出てる人っていうのがありますよね。はい、というところでベーコン特集考えてるんですけど、まずはベーコン世代、瀬野陳さんにちょっとねベーコンの話を伺いたいと思いますけど、ベーコンね、はい、ベーコン、ベーコン初めて、最初にベーコンのこと意識したのは、最初にベーコンと会ったのは、うん、まあみんなと大体同じだろうけど、フットルースですよ、やっぱりフットルースね、フットルース、アニマルハウスも見ましたけど、全然どこに出てたか覚えてないんで、1984年、まあ、主演ですね、脇役だとね、13日の金曜日にぶっ殺される役とかね、はいはいはい、やってますけど、まあ、フットルースですよね、最初にどうも、ね、そう来たで、まあ見に行ったわけじゃないですか、うん、で、まあ、青春映画だとかって、ケニー・ロギンスの有名な曲が流れて、でスニーカーだけ の、ダンスシーンがあって、あ、古川さん見たことないんじゃないですか、ひょっとしたらないです、はい、オープニングでこうやってこう、うん、でこうやってこういろんな足がこうやって踊ってるとか出るわけですよ、足だけ映って、フットがルースになってるとか出るわけですよ、かっこいいじゃんと思って、わーっと思って見てたら、まあ、ケビン・ベーコン出てきて、こいつと思ったのね、まず田舎に都会の転校生がやってきて、シカゴから転校してきた、うん、男の子、ちょっとイケてるやつってことですよね、そう、ちょっとイケてるやつが、うん、ちょっと
ダサダサの田舎の町で、うんうん、あのダンスパーティーを開こうとするみたいな話で、うん、お前ポリス知ってるかっつったら、うん、あ知ってるよ、まあ、警察の話みたいな、そういうね、そんなような感じですよ、もあると、でみたいな話だけど、うん、見て初めて見てもよく覚えてる、えこいつなのと思って、まずはさ、うん、第一うさんくさいじゃん、うさんくさい、ああなるほど、見た目が、あこれはベーコン感の中の一つの要素かもしれません、ね、なんか企んでそうじゃん、企んでさ、ああこれやばい、ベーコン感かもしれませんね、うん、悪いことしそうじゃん、ああこれベーコン感ですね、うん、これ ね、はいはいはい、だからこの人がヒーローってと思って、うんうん、だから映画自体はあんまり乗れなかったのね、実は。ああそうですか、でもほらあのちょっと悪でって役でもあるから、うん、まあその悪感はあってはいるんだけどね、共感できなかったな最初は。 あとまあちょっと日本人から見るとこの豚バの兄ちゃんみたいなね、うん、この人売れんのかなと思って、主役やってるしなと思って、そしたらしばらくしたらちょっといなくなっちゃったなんかしてさ、これね、あどうなっちゃったのかななんて思ってるような人でしたね、うんうん、ベーコン最初はね、はいはい、まあ後にその性格俳優として再びブレイクするという時期もありますが、最初はちょっとフットロスには違和感あったと。あったな、これだからね、僕今日のねそのベーコンランキングの中で、うん、フットルースがどんぐらいに組み込んでくるのか、これ興味あるあたりなんですよね、うん、みんな知ってるもんな、あの曲はね、みんな知ってるけど、今俺たちが感じるベーコンのねベーコン感、あの確かに入ってる、悪感とか、企んでるからこれ入ってるんだけど、確かにその今考えるとベーコンが主役でヒーローってところにちょっと、うんうん、違和感が向いてないことやらされてる感じはしたね。なるほどなるほど、青春なん結構いい年だったりしたのかな、ね、84年だと、28かな、28か、うん、28でティーンエイジャーの役やってるわけだもんね。そうね、あってことはもう俺と同い年なのに何高校行く役しやがってこの野郎、ね、まあ、その時は同い年だったら知らなかったんだけど、はいはいはい、うん、でそんな瀬野鎮さん瀬野鎮さんのじゃあ、はい、ベストベーコン作品は、あもう言っちゃっていいですか、あこれは後に、いやでも自分あの今の時点で、あいいですか、はい、もう断然オオカミの失敬ですよ、ふぅーパッ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 、あのシネマランキングの時にも言ったんだけど、うん、まあ同い年だと、はいはい、だ当時52歳、はい、52歳、もちろん世代でしたね、であのワンシーンカットの、うん、ずっと走りっぱなしのベーコンに頭が下がると、はい、うん、駐車場の逃走シーン、駐車場の逃走シーン、シーンがございました、あれをあの50過ぎの親父が、うん、やってみせたっていうところにすごいやっぱ感動、うんうん、シンパシーを感じたね、家族がこうやられちゃってみたいな話じゃないですか、家族を守るためにみたいなね、やっぱ同い年としては俺だってやってるぜと、そうそう、自信ないけどあそこまで走るんだ走る剣か走る剣はね走る剣か、うん、はいはい、あそうですか、狼、あこれはでもあんまりね瀬野鎮さんってバイオレントな映画とかあんま好きじゃないから意外なんか、まあまあまあでも、うん、これはあのシーンがすごく印象的だったかな、はいはい、うん、あこれはでもちょっと上がってしまいました、まあ、正直もうすごく私正直なこと言えば狼の死刑宣告の話をもう一回したい、これは非常に大きな動機でございました今回の特集を、特集に当たってのですね、何位になってるかまだ分かんない、分かりませんからね、はい、これは今回の見どころはだからその全75作品中リスナーの皆さんからの投票の結果狼の死刑宣告とかは何位に来てるのかなってことですね、うん、そのあたりがあのちょっと注目ポイントかと思います、はい、あとフットルスがどんぐらい食い込むのかとかですね、うん、はい、あともう一個質問がございます、瀬野鎮さんのあっちの方のベーコンで一番好きなの、あっちの方ですか、あっちあの食べる方のベーコンですね、はい、一番好きなのはカルボナーラです、カルボナーラ、ま、カルボナーラにはベーコンは確かに入ってるかあのね、なんかクリーム的なね、カルボナーラっていうのはもともとイタリアの料理、はい、ローマの料理なんだけど、もともとはベーコンは入ってないんですよ、あそうなんですか、はい、もともとはあのグアンチャーレっていう頬肉の塩漬けとか、うん、プロシュートっていう生ハムとか、パンチェッタっていう塩漬けとか、ああいうものを使うんですけど、アメリカが多分ベーコンで間に合わせて作ったのが、うん、初めてだったと思うんですよ、ね、日本でも、はい、でベーコン入れるようにうん、だイタリア人が食べるとこれはまあカルボナーラではない、あそうなんですか、俺らちょっと違うじゃないか、違うじゃないか、あそうなんだ、生クリームも入ってないんだけどね本物のカルボナーラ、うん、はいはい、うん、なんだけどでベーコンが脇じゃないですか、うん、脇ですね、ああなるほど、おベーコンじゃないですか、おなるほど、つまりこのカルボナーラにおけるベーコンのあり方はケビンベーコンの映画におけるベーコンの位置なんですよ僕にとっては、そうかちょっと待ってそこは乗ろういや本当ですね、はい、今ねしかも、うん、翻訳ではない代役として
活躍してるという。ああ、そうか、本来はその本来は別の人がやるはずだった役をベーコンがやって、うんうん、いい味出してると。存在感としてはでももう勝るとも劣らないという、はい、だからベーコンカルボナーラが1位だから。カルボナーラってことはその今回の特集から逆算してひねり出した好きなベーコンじゃないですかそれ。いやいや、あのカルボナーラはもともと好きで、好きで、うん、あ、そうですか、うん、じゃあちょっと今ね迎えに、カルボナーラございますんでねちょっと食べますか、ね、これはがいるのかどうか。これはこれはもう、ベーコンを使ったカルボナーラですね、はい。これカルボナーラあんまりあれですね、クリーム感ないね、このカルボナーラ。なんかちょっと時間が経ったから、なんか吸っちゃったか、はい、うん、じゃあベーコンいただきます。はい、うん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 、あのどうどう、ベーコンはやっぱりね、さっきの話を聞いた上でのベーコンはどう、うん、これだってさ今ベーコンなしの部分食べてますよ、まあいわゆるカルボの、うん、カルボの部分ね。なんかパなんかボニャボニャしてって、なんかぶっちゃけ最悪ですよなんか麺なんて最悪ですよ。なんかいいけどピリッとしたもんがないなっていう感じが。全然歯応えもない、うん、ベーコン食べると、ベーコン食べると、うん、美味しいじゃん。おあのベーコンが入ってるからいいじゃんみたいな。ベーコンがなきゃダメじゃんってことですよね。まあベーコンがなかったらもう成立してない、うん、成立してない、うん、あのこのくだりはいいかな、はい、ということでね、まあ、ベーコンこんな感じで、食べる方のベーコンもむしゃむしゃしながらですね、紹介、あ、でちなみにケビンベーコン基本的なプロフィールみたいなのをね、はい、一応紹介した方がいいのかな、はい、1958年7月8日生まれ54歳ね、食べない方ですよ、うん、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身と、1978年アニマルハウスで映画デビュー、ということですね。で今お子さん2人いるということで、ね、女優のキーラ・セジークさんと結婚88年ということでございます。で、もういいかな、じゃあ行っちゃいますか、問題にね、はい、はい、ということで、これから俺たちのベストオブベーコンのランキングを発表していきたいと思います。今週リスナーの皆さんから投票を募ったところ全部で18本のベーコン作品がエントリーしました。75作品中18本がランキングに入ってきたと。割れに割れましたね。結構でも結構いただいたんでしょ票は。いただきましたね、うん、はい。で、見どころはもちろん、先ほど言いましたけどね、ライムスター歌丸のシネマランキング2009で11位、ま、町の大義ども全員死刑に処す、コピーライティングでおなじみ、狼の死刑宣告が何位なのかと、あるいはフットルスはどこに入ってくるのか。あ、皆さんご自分のね、自分のベーコン体験あると思いますから、そこと照らし合わせながらね、いろいろ、楽しんでいただければと思います。ではこれから上位10作品のうち、まずは前半10位から6位までを発表していきたいと思います。まずキングオブベーコン第10位の発表です。同率で10位には2作品があります。まずは X-Men ファーストジェネレーション、そしてフラットライナーズということが、2作品ということになってます。X-Men 来ましたね、これね。X-Men は僕相当、まあ、映画として好きってことでもあるんですけどね。はい、まずちょっとフラットライナーズの方言ってみようかな。フラットライナーズは、何年の作品だ？フラットライナーズは1990ですね。1990年。ノビーさん。私の好きなベーコンは、あれは昔彼がまだアイドルだった頃のフラットライナーズです。プリティーウーマン以前の、まだ激売れする前の、ジュリア・ロバーツや、まだ若かりしジャック・バウアーことキーファー・サザランドも共演しています。ストーリーもケビンの設定も好きだったな、クールで知的な役がハマっていたと思います。というノビーさんのね、主人公が医大生4人組なんですね。はいはいはい、その一人の停学処分を受けているデビッドという役を、ケビンは公演していると。やっぱりちょっとあれですね、不良っぽいニュアンスっていうことですかね。ちょっとアウト最大限と言いますか。はいはい。フラットライナーズ組他にありますか？フラットライナーズはいや、イッツですよ。ああ、これイッツなんだ。イッツで10位だ。イッツで10位です。なんだ。他にもっとあるけどコメントを紹介するのはイッツです。ああそうです。ああそうです。もうジャンジャン来て、ジャンジャンね、ジャンジャン来てる。はい、はい、そして同じく10位 X-Men ファーストジェネレーション、こちらのシネマハスラーでもやりましたのでね。はい、はい、芋掘り野郎 A チームさん、ベーコン祭りという今世紀最大の俺とくん祭りに心躍りメールさせていただきました。不詳私が推したい推しベーコンは何といっても X-Men ファーストジェネレーションのセバスチャン超です。そんな発音じゃねえだろう。セバスチャン超ね。そりゃインビジブルやね、インビジブルね、ポルワホーメン、これもかなり上位入りするんじゃないでしょうか。狼の死刑宣告も最高ですよ。でもまさか10年代にこんなビッグバジェットの甘え込み映画の悪役をやるなんて誰が思ってましたか、うん、確かにね、あんまりこう結構シリアス系の作品やっぱね多い感じなのかな。そうだね、うん、正直アナウンスされた時はどうせ、ビギンズの、バットマンビギンズの剣渡辺的なかませ犬だろうとシャニ構えてたのですが、なぜそんなシャニ構え方をするんだ。予想に反して超美味しい役どころ、うん、
3カ国語をノリノリで操るベーコンの演技もキャリア中でもかなりベストに入るのではないでしょうか。あ、そうか、いろんなその、ね、ドイツ語喋ったりとか、うんうん、ああいうその語学的な、ね、あれってもね、感じを感じさせるっていうね、うん、みんな大好きインビジブルは肝心なところでベーコンの顔が透明なので透明人間の映画だから ね, からね、ベーコンの晴れやかな顔が終始見れるところもファーストネレーションをしたい理由です、うん、あの悪役だけど出ずっぱりですしね。そうですね、あの基本的に話を引っ張ってくる役だからね。主役の一人ですもん ね, ね。最後に劇中お亡くなりになってしまうことの多いベーコンの死に方としてもファーストジェネレーションはベストです。うん、塊ですよね、デコにあれがっていう、ね、これどうなんですかね、千駄木賞であったあれです、あの鬼ごっこのして形を言って形っていう固まるのがあるんですよね。自主的に固まるやつ、ね、自主的に形っていうこれ形のままのね、ね、見直すと結構自主的に固まってる感が割とビンビンにあるんですね、うん、あのシーンね。あとやっぱりセバスチャン・ショーはその非常にコミカルな役だけど、でもあいつあのナチ の,、うん、あの生体実験してたようなやつで、うん、ほらあっち側にさその中絶とかあるじゃない、はいはい、最低最悪の多分その、ベーコンが演じてきた悪役の中でも一番悪いやつの一人なんだよ ね、はっきり言って、なのに、うん、チャームというんですかね、特に戦後生き残ってあの70年代、うん、60年代かあの調子こいてる感じ、ショーとか言って、なんか感情がいいっすよ ね。ミュータントのための世界を作ろうとし、米ソ両軍の背後で暗躍することでキューバ危機を引き起こす敵のミュータント役を公演、うん、いや公演ですよ ね。俺Xメンあのファーストジェネレーションのあのさシリーズさもうマシューマシューボーン、マシューボーンじゃないっていうからさ、はい、そうですね、うん、なんかもうそれでもあれだし、うん、セバスチャン賞死んじゃってるからなみたいな、ね、そういうのはありますよね。デコにあれが入っちゃったからな、はい、さあ続いて、ただいま10位ね、2作品紹介しましたが、うん、続いての順位を発表いたしましょう、今度は同率で今まで10位が2つありましたけど、うん、6位が3本ありますので早速いってみたいと思います、まずはクイックシルバー、おー、続いてワイルドシングス、そして告発、以上3本です。はい、あ、クイックシルバー来ましたか、うん、はい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 、クイックシルバーがですね、フットルースのよ1986年クイックシルバー、はい、はい、ラジオネーム、スモーキーセブンさん、うん、ベーコンといえばクイックシルバーしかありません。この作品を初めて見たのは多分10年以上前だと思いますが、テレビの深夜枠でしたが、自転車の曲乗りシーンと車対自転車のカーチェイスを成立させてしまったところがとてもフレッシュに感じた記憶がありました。それと個性的で爬虫類系の顔立ちであるケビン・ベーコンがなぜかとてもかっこよく思えてしまうほどの演技力があったようにも思われました。同じ自転車を扱った映画として、青春映画として歌丸さんのオールタイムベストがヤングジェネレーションと同じく、見ると気分がガン上がりする作品として自分はクイックシルバーを一押ししておきます、はい、クイックシルバーで、でもクリスチャンも当然その自転車が出てきて、はい、あれですよ、瀬野千さんの大好きなあのメッセンジャーありますよね、うん、ホイチョイの、はいはい、メッセンジャーはちょっとクイックシルバー、はい、あの影響を受けてる感はすごいあるんですよ、オープニングの あの映像の処理とか、自転車のメッセンジャー会社クイックシルバーに入社するんですね、はい、うんうん、はい、1日のうちで全財産を失った若手株仲介人ジャックを、はい、当時28歳のケビン・ベーコンが講演して、あの要はバブル的なその価値観が弾けた後にその人がメッセンジャー会社に入る、そこもまんまだし、うん、あとオープニングの感じとかもすごいまんまパクってる感じなんですよ、うん、なんだけどメッセンジャーはそのまま、まあ、ある意味こう爽やかな青春映画として進むじゃないですか、うん、クイックシルバーって後半なんかものすごいインスタンなサスペンスになってくるのねで、青春映画 見ると気分がガン上がりするってこうスモーキーセブンさんお好きな映画なんでねおっしゃってる、まあ、それはいいんだけど、俺のクイックシルバーの印象は、うん、あの前半と後半でやっぱ結構違う映画が始まった挙句ものすげえ後味が悪いっていう俺のクイックシルバーの印象そうなんだけどな。ただ前半のそのやっぱりその自転車文化みたいなのの見せ方はすっごいやっぱかっこよくて、あの当時はもう特にやっぱすごいフレッシュだったんじゃないですかね。見どころベーコンはいかがですか？え？ベーコンの見どころはどこですか？ベーコンはこれはかっこいいベーコンですから。かっこいいベーコン。だってベーコンがこうあのねちょっとショートヘアの感じをなびかせながら、うんうん、チャリンコですよ。ああ。ニューヨーク。悪いわけないね。いいじゃないですか。うん。結構じゃないですか。ここは最高ですね。何が他に必要なんですか映画に？最高です。はい。ねあクイックシルバー派のあでもねクイックシルバーこの方ノーブレーキ、ピストバイバーイさんはねクイックシルバー上げておきながらメッセンジャーものってドラッグが絡んだりしないと話ができないんですかねやっぱそうなのドラッグが絡んでくるのそんなことはないでしょう、はい、そんなことないよ、ね、というねことでございます。そしてさらに他はワイルドシングス、ワイルドシングス来ちゃったか、うん、はい、ラジオネームボールペン返してさん、僕の好きなケビン・ベーコン出演作はワイルドシングスです、はい、理由は
ベーコンのチンポを見ることができるからです。なるほど ね, ね。ベーコンのソーセージ、ねうん、大きすぎず小さすぎず大きすぎず小さすぎず、それでいて一癖ありそうな彼のチンポは、脇役、敵役ながら確かな存在感を残す彼の俳優としてのスタンスそのものを表していると思います。チンポは、体を表す、体を表す、ですということなんですけどね。98年の映画で監督ジョン・マクノートン、はい、当時40歳のケビン・ベーコンが精悍な男でしばし上からのメールを無視して事件の捜査を行うブルーベイ警察の部長刑事役を、まあ、講演というのです、ね、いわゆるこの頃流行ったどんでん返しに次ぐどんでん返しみたいなね、そういうあれですよ。マット・ディロン出てるね。マット・ディロンですね、はいはい。ウェカピポさん、うん、ケビン・ベーコン先生の傑作主演作として思い浮かぶのはやはりワイルド・シングスです、うん、この映画でのベーコン先生は何の脈絡もなくスポンポンになりベビー・ベーコンをこれでもかと見せつける、まあまあ、チンポですね最高です。しかも公開当時エイリンの審査に引っかからず何のモザイクもなしにベビー・ベーコンを日本の観客に見せつけた。ベビー・ベーコンって聞いたことないよベーコン先生は男の中の男、この映画があったからこそサシャ・バロン・コーエンやハングオーバーなどといった今をときめく息子見せつけ映画のブレイクがあったといっても過言ではないはず。そういった意味でワイルド・シングスは記念碑的なベーコン映画だと思います。あ、ね、そういう系譜があるんですね。確かマット・ディロンは結構ドーンっていう感じだったとかじゃなかったかな。マット・ディロンは出してるの？出してねえかな。2人がねマトルマットがあのね、とにかくねどんでん返しにするどんでん返しで、うん、そこくっついてんのみたいので、確かそこもなんかあった気がするんだけどな、うんうんうん、はい、告発、あの人ね、はい、はい、同率の6位の、やつをやってます、はい、告発、ケビン・ベーコン様、あ、ごめんなさい、ラジオネームラブリールーティンさん、はい、ケビン・ベーコン様は西洋の役者さんで一番好きな顔を持つお方です、うん、好みの役者イコールケビン・ベーコンといっても周囲から全然同意されず、いいんだ私だけが彼の魅力を分かっていればとずっと思ってました。まさか特集になるなんて。鼻が上がってて冷たい色の目をしていて、悪役がハマり役で日本人ではお目にかからない外見。まあ日本だって誰だろうね。顔はね、明日のジョーの少年院であんな顔のやついませんでした。そっちの蓋が今開かないですね。そんなベーコン様が輝いているのは告発、現代、マーダー・イン・ザ・ファーストだと思います、はい、パーソナリティである冷たい雰囲気と役の悲壮感を前編に展開した後のオーラスでの笑顔のギャップに高校生の私はドキュンシしたのでした、告発自体は、歌さんや町山さんの解説を聞きたいほど腑に落ちない点もある映画ですが、ケビン・ベーコンの魅力炸裂なんでオールタイムでとても好きな映画です。サントラも素晴らしい。俺告発ずいぶん見てないな。1995年の映画で、当時37歳のケビン・ベーコンは服役中の若い囚人役を公演ですね、はい、まあ、全部さっきから公演としか言ってません。これでも比較的イーサイドの役っていうことだっけね。ですよね。混ざっちゃってね。いいもんだもんね。クリスチャン・スレーターとか出てますね。ゲイリー・オールドマン出てるね。ゲイリー・オールドマンとベーコン同い年ですよ。お、ベーコン世代、はいはい、ベーコン世代ですね。これちなみにですね、ベーコンのこれはあれですね、ミスティック・リーバーに入ってるインタビューのあれで最近見たんですけど、まあ、要は先ほど瀬尾瀬さんがおっしゃったようにフットルースの頃、まあ、主役青春スター、うん、まあ、クイックシブローもそうですよね。主役スターとしてブレイク、まあ、したし、そういう風にこう売り出されたんだけど、やっぱ本人はちょっと若干違和感もあったみたいだし、うん、実はそれでそのキャリアが停滞しちゃうんですよ、うん、で、エージェントに脇役もやってみなさいと言われてブッキングされたのが、JFK、1991年オリバーストーンの JFK で、それ以降脇役とか敵役というか悪役とかでブレイクしだすというのがあって、うん、まあ、告発は完全にだからそのちょっとその渋い役っていうか、そういう流れっていうことなんじゃないですかね、うん、はい、告発はまあ主役級だけどね、ほとんどね、はい、という6位まで、はい、行きました。これが、10位から6位までの、まあ、下の方ですね、はいはい、ということはそこから先はさらに票が集中していくってことですもんね。ですね、はい、あの作品が何位になるのかってことですね。いや、まだまだ何も出てないもん。ただね、ここで、食べ、ちょっとあれですね、ちょっとお腹すいたんじゃないですか。腹減りましたもん、こんなもんベーコン食わせろよって。俺ベビーベーコン食わせろよベビーベーコンはね、ちょっとまたここじゃ食べられないからね。あ、そうですか、はい、お品書きベーコンのソーセージじゃなくてベーコンのベーコン、はい、あ、ベーコン自身を。今日ちょっとあれですね、メニューがあるんですね、お品書きが、はい、え、何これ、皆さんから お好みのベーコンを送っていただいてるってこと、リスナーもありますし、うん、美味しいプレミアムベーコンもご用意して、はい、あ、じゃあせっかくだから、リスナーの皆さんおすすめのやつにしようかな。これ何これ、ラジオネーム水の谷の豊さんからいただいた、はい、マシュマロのベーコン巻きって何これ。マシュマロのベーコン巻き、何これ、ベーコン、マシュマロのベーコン巻き、ラジオネーム水の谷の豊さん、はい、好きな食べ方はマシュマロのベーコン焼きです。プレーンのベーコン、銘柄は何でもでアスパラ巻きを作る要領で、うん、市販のマシュマロを巻き、用紙などで刺して火で炙る、あるいは焼きます、うん、ベーコンに焼き色がつき、マシュマロが少し溶けてきたら食べ物です。お好みで黒胡椒を振るとまた美味しくいただけます。え、これそんなにポピュラーな食べ方なんですか。いや、僕は知らなかったですね。アメリカの食い物っぽい感じですけどね。アメリカかな。いただきます、はい、
バーの主人がこっそり教える味なつまみという本に載っていたと。ほー、うん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 、ベーコンの塩気とマシュマロの甘さがちょっと微妙にハーモニーを醸し出して美味しいし、うん、宇多丸さんはビール合いそうな感じ。お、うん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 、あのあれですね、割とポップな作品に出る時のベーコンっていうか、まあ X メンとかこんな感じじゃないですか。X メンファーストジェネレーションの感じがこのぐらいの感じじゃないですか。うん、もう一個ぐらい食べようかな。じゃあおすすめが一個あります、ね。おすすめ、はい。実はこの番組でも、かつて紹介したエンジンというお店、はいはい、ね、燻製のお店、はい、四谷のね、四谷になりますね。そちらのですね、ベーコンが2種今日ありましてですね。その2つのうちどっちか食べましょうか。1つが厚切り燻製ベーコン、はい、もう1つがクジラのベーコン。これあの牛蔵さんが最近ねクジラのお店もオープンされたということで、クジラのベーコンちょっと行ってみようかな。へえ、クジラベーコン初めて食べますよこれ。ちょっとね怒られちゃうけど西洋人。うんうんうん、あのね肉がすごい弾力、ほうほうほう、半端ねえ、うん、映画で言うと映画で言うと、うん、映画ワイルドワイルドシングス、ワイルドシングスか、あのえっていう感じが、本当だ、うん、すごい、うわ、結構、うん、あのあなんすか、ゴム感、ゴム感、うん、ゴム感はあのねまずいですよ食べ物に対して、うん、普通の燻製の方もいかがですか、うん、じゃあエンジンさんの、うんうん、こんなさ、うん、食い物だけ食ってる時間あんの？それはわからないです。あ、うまっ。あ、うんうんうん、まあ、ま、見た目が普通にうまそうだな、うんうんうん、あ、すいません見た目の話しちゃって、もうあのエンジンさんの燻製間違いないんでね、うん、うん、でちなみに食べながらね、惜しくも10位に入れなかった、はい、いわゆるアンダーベーコンですねアンダーベーコンの皆さん、いろいろ混ざっちゃってるね、アンダーベーコンの皆さんちょっと発表しておきましょう。これね結構意外な作品も入ってるんで、それがそんなに下位なのって人もいますよ、うん、アフリカンダンク1993年、俺これ見てないな、アフリカンダンク、うん、これなんかあのいいっていう人、水和田くんが見た、うん、あのだからメールいただいてますよ。 笑うとニヤリという擬音がぴったりのベーコンが過去の栄光と挫折に抗いつつ若い世代に思いを託す、ちょっといい人の役がハマってていいということだそうです。うん、そんな、うん、ちょっと見てみたいですね、うん、そしてなんとミスティックリバー、あら、うん、入ってないの、これ出ちゃった、あら、まあ、アンダーベーコンですね、あら、うん、これあのベーコン映画としてはかな、ベーコンは割と、うん、あのほら腹に一物あるというかさ、まあ、いい役にしてもすごくこう活発なっていうか、うん、あのグループがあったら確実にリーダーみたいなさ、そんな役が多いじゃないですか、うん、ミスティックリバー珍しく受け身な役っていうかさ、うんうん、こう状況に流されるしかなくて結局最後まで何も解決できないっていうさ、うん、なんかそれ珍しいなと思ってね、うん、はい、もうミスティックリバーこうにしちゃいましたね、あとねコール、俺これ知らねえな、コール、2002年、はい、来てます、うん、メールがちょっとごめんなさいないですね、はい、アニマルハウスとか、うん、あとね、これこんな 下だったの意外でしたね、激流、うん、激流の悪役はすごくメリルストリープとね対決する、まあ、ゴールデングローブノミネート、ちなみに、これゴールデングローブってこの敵役でもノミネートされたりしてるけど、はい、キビメコ今までその手の賞ってもらったことない、アカデミー賞とか、アカデミー賞とかでは全く受賞してないですね、これますますグッときますねこれね、うん、無冠の帝王という感じで、はい、あと結婚の条件、うん、これちょっとその少数派メールは、じゃあ、見てるのはグレートストリームっていうね、はい、87年の映画に対する評判、うん、グレートストリーム、はい、ルサンチマン高鴨さんという方からの、うん、推薦で、はい、4年前に、深夜の放送で一度見ただけなのですが、うん、ベーコンの鬼コーチっぷりたるや、可愛がりでは済まされないレベル鬼畜のゴンゲ、この作品では透明になる前の若き日のケビン・ベーコンの大怪我も見られますよ、血だらけです、私のベーコンベストですだそうです、あ、じゃあそのアフリカンダンクのいいコーチとはまた対照的なってことなんですかね、鬼コーチってことですね、うん、はいはい、というふうに、まあ、いろいろそれぞれね、あの長いメールとかをねいろいろいただいたりとか、うん、あの長いメールだなと思ってよく見ると途中から普通の食べ物のベーコンになってたりしててね、うん、なんかメール読むのがすごい時間かかってましたトリッキーですね、はい、ということで CM を挟んで後半はいよいよキングオブベーコントップ5を発表しながらいろいろもぐもぐ食べていきますランスター宇多丸ウィーケンシャッフル、ライムスター歌丸の企画しのウィークリーシャッフル、ベーコンブラザーズ、なんかこう
いいよね、こうちょっと染みるような感じのね、曲ですよね。 TBS ラジオライムスターたまるのウィークのシャッフル、スペシャルウィークの今夜は映画ダバナシリーズ、今夜ついに決定、俺たちの好きなベーコンはどれだ祭りをお送りしております。スタジオには、ベーコン世代の番組アドバイザー瀬野さんが、ベーコンを食べています。あ、美味しいですね。ベーコン燻製、美味しいです。ベーコンがベーコンをということでございます。はい、そしてスタジオには、島尾真帆さんがなぜか。はい、こんばんは。どうもいらっしゃいます。どうですか。お邪魔します。どうですか、ベーコンは。ベーコン大好きですよ。どっちですか。うーん、塩味がする。あ、そう、食べる方、食べる方ですか。はい。はい、あっちの演じてる方のベーコンはどうですか。最近だと、これ何でやってます。ラブアゲイン見た。ああ。ラブアゲインもね。すごい良かったです。やちょっとスーパーじゃないけど、あのギャングじゃなくちょっとやっぱネトリ役。そうですね。そうそう。でもなんかちょっと情けない感じの。はいはいはい。良かったです、ね。いいですね。やっぱベーコン出てるとちょっとクッと上がりますよね。うん、ですよね。あそこで。おうん、さあということで、はい、で島尾さんはじゃあ食べる方のベーコンをプッシュしに来たの。そうですそうです、はいはい、普通にプッシュすればいいんですかね。私が好きなのは成城石井の、あ、今調理中、今調理中、ああ、来た来た、はい、来た、あ、成城石井 のベーコンですね、うんうんうん、成城石井のスーパーの自家製ベーコン、高級スーパーですね、はい、本場ドイツの伝統製法で、うん、スパイススモーク材までにこだわり、うん、じっくり丁寧に作り上げました。これブロックで売ってるんですけど、うん、成城石井、美味しいんですよ、うん、うちはいつもこれですね、うん、調理法はまあ普通に朝ごはんで卵で焼いて食べたり、ベーコンエッグね、あとスープに入れたり、あ、出汁が出るんですね。あとあのマフィン、あの白い、あ、はいはい、あれに粉がついてる、粉がついてる、あれを真っ二つ割って、はいはいはい、これ成城石井のやつ、はいはい、焼いたベーコンですね。うまそう。あのね、そんなにしょっぱくなくて美味しいんですよ。じゃあいただきます、ね。はい、はい、召し上がれ。うん、ワイン欲しいな。うん、なんか。まあ肉感が結構、そうなんです、うん、肉感が結構ステーキっぽい、うんうん、まあ確かにね、分厚く焼いてきてるから、うん、しょっぱいみたいな感じがないんですよね、うんうんうん、私もその推しベーコン、はい、あ、推しベーコン、ベーコンだ、まあベーコンだ、でもねこれ結構食べてると、うん、あのカリッカリのがたまに恋しくなる、うん、僕ねやっぱねカリッカリ派なんです基本は、ああ、うん、そうなん、うん、ホテルのああいうビュッフェとかでもやっぱ、うんうん、カリッカリの向こうの、ね、うん、アメリカのホテルとかでも必ずね、うん、いっぱい並んでますもんね、うんうんうん、どうですか食べてください。あ、じゃあ私もいただきます、うんうん、ベーコンもぐもぐしてると喋るの難しいですね、うん、じゃあベーコン食べながら、うん、ね、失礼しながらですけど、うん、どんどんベーコンこの先は5位ですから、はい、上位5位が神5がどうなっているのか、うん、気になっていると思いますので、うん、リスナー投票で決まる、うん、もういいんですかこれ言っちゃって、言っちゃってください、もういいんですか、はい、リスナーの投票で決まるキングオブベーコン第5位から発表していきましょう。俺たちのキングオブベーコン第5位は、第5位出た、インビジブル、はい、現代 ホローマン、空っぽ男みたいなね、2000年なんですね、2000年、ポール・バーホーベンの、まあ、透明人間映画でございます、うん、はい、天才科学者のセバスチャン、あ、これ役名セバスチャンなんだ、おお、セバスチャン長ですね、が透明人間に関する国家最高機密の研究プロジェクトを行ってきたと、成功を全て自分のものにしたいセバスチャンはついに自ら人体実験の、被験者になる、だが透明化には成功するものの元の姿に戻ること、どんどんあの性格がもともと性格悪いやつだったのがどんどん凶暴化していっちゃうというね、ことでございます。当時、ベーコン42歳、今の俺より若いということですね、うん、はい、ということでますね、ラジオネームトネリコ店主です、さて私のベーコン映画といえばやはりインビジブルのセバスチャンです、うん、かつて山下達郎さんが雑誌ピアノインタビューで、うん、桑田佳祐について、うん、何の話だこれ、桑田佳祐について、うん、僕は愛しのエリーを作ることはできる、でもマンピーの G スポットは絶対無理、だから彼は偉大だというようなことを言っていました、うん、山達がね、うん、まあ、それはそれでね、ケビン・ベーコンに当てはめてみれば、当てはめてみれば、例えばデニーロやショーン・ペンが、俺は激流や告発を演じることはできる、うん、でもいいかい、インビジブルは無理だな言ってないでしょそんなこと考えてみな、透明なんだぜ、どうすりゃいいんだい、つまりやつは最高な役者ってことだよいやこれ言ってないけど、言ってないけど、透明に比べれば、減量増量お釜なんて少しの努力と自意識を捨てればなんてことありませんそんな風に名優たちがうなるほどインビジブルで見せた現れないのに現れるピンクレディーなアプローチはベーコン史上最高かと、着中で信号待ちしている車の幼女へのベロベロバー、
我が家ではこのシーンが来ると神さんとともにスタンディングオベーション。いい見方してるんですね。ねえことですよね。これ他の方も来ますよ。ですね、タケポンさん、僕の好きなケビンベーコンの戦車がインビジブルです。透明人間設定の都合上ほとんどベーコン殿の顔は見れないのですが、後半人体の不思議点スタイルにこう体がねこうちょっと半分見えてるみたいな、なって TINTIN チンチンどころかANARU アナル丸出しになって主人公を追うくせにベーコン殿の、役者魂を感じますというね、本当はこの前ゴゴロウでやってたからですってね、ゴゴロウの社がやってた、ジャスティスパンチさん、ケビンベーコンの戦作で好きなのはフットルースを覗くとだって。なんで覗くの、なぜ覗くの、なぜ覗くんだよ。フットルースを覗くとポール・バーホーベイ監督インビジブルでしょう。透明人間になり不法侵入はレイプといった中二男子なバーホーベイの発想に、危機として、全裸で付き合うベーコンに男気を感じましたというね、これあれなんですよね、途中でちょっと自分にいつも口答えしてくる女の同僚がこう2年無理してるところにこうベーコン殿が行ってですね、ベーコン殿が行ってこうプチップチップチッってこうカディガンをこう外すんですよ、でこうボロンってこうおっぱい出るんですけど、このおっぱいがねリアリズムって感じなんですよ。すごいリアリズムおっぱい、すんごいリアリズムおっぱい、ファンタジーおっぱいじゃなく、でなんかちょっとこう若干こうあってでハッてこう気づいて、その女の人がまあ要は透明人間の研究してるから感づくわけですよ、ハッつって最低。僕はでも当時2000年っていうご時世もあって、僕はこれちょっとインターネットのメタファーかなと思いましたけどね、姿さえ見えなきゃどんどんこう凶暴化してしまう、凶暴っていうかその自分の欲望丸出しになっちゃう感じね、ちょっと暴走してしまう、暴走とかそのエロサイト見に行っちゃうよとかさ、イエイイエイみたいなさ、まあ気のせいかな。時間経ってみるとね。はい、というインビジブル、が第5位ということで、いや俺でもインビジブル1位の可能性もあると思ったからな、ケビン・ベーコンのまずそのエゴイスト役みたいなね、エゴイスト性みたいなのがやっぱすごく一番出てるあれですしね、あともうさっきのあれは意外といいこと言うなと思いましたよ、告発や激流ね、そういうのはミスティック・リバーそういうのはできるけど、インビジブルはできないだろうと、ショーペンやデニーロたちが言ったという、そうになってるやつですね。最近でもさ、プラッチャー・オピンゲオっていうさ、マッハのタイム監督のパーフェクトスナイパー、これ2011年、なんですけどね、ベーコンこんなの出なくてもいいだろうっていうようなようなバジェットっていうかさ、その感じの役なんで、役はすごいいいんだけど、情けな悪で、なんか作品をそういうなんていうのいい意味で差別してない、ね、選ばない感じね、選ばないっていうか差別感がない作品のチョイスに、だから例えばマッハ面白かったから全然やるよとかさ、そういう感じかもしれないし、で結果として出てるの一通りいいですからね、いいんじゃないかなと思います。どんな映画もランクアップさせるんだよね、なんかそうですね、だってフットルースだってあれ、そのケビン・ベーコンの引っかかりがなければですよ、なんだよと、本当に皆さん言うところのただのリア充じゃねえかっていうことじゃないですか、そのリア充に若干の影をもたらす、これがやっぱケビン・ベーコン効果ってやつじゃないですかね、これベーコン指数ってやつですか。ベーコン指数はそれではないですね、それではないですね、はい、はい、さあ続いて、俺たちのキングオブベーコン第4位発表させていきます。第4位は第4位、狼の死刑宣告。あら、出ちゃいましたね。おー、今ざわどよめきが会場からの、はい、現代デスセンテンスね、死刑宣告ですね、2007年で、日本国は2009年シネマハスラルもやりました、監督はジェームスワンね、ソーの監督と知られてますけど、俺たち的にはこれで一気にこう株が上がったと、要するにお父さん平凡な生活を送ってた非常に善良なお父さんが、あるギャングのね、ギャングの本当にあれですよね、度胸試しですよね、度胸試しの人殺しに巻き込まれちゃって大事な長男を殺されてしまう、でうっかり報復を始めてしまったために、恐ろしい暴力のこう、応酬が始まってしまうというね、話でございました。ラジオネーム常拓さん、私の好きなケビン・ベーコン主演作は狼の死刑宣告です。ストリートギャングからの復讐を受けて一家が撃たれてからかろうじて生き残ったケビン・ベーコンが再起して丸坊主になり、妻と息子のため復讐の鬼と化してからが恐ろしくかっこいい。丸坊主になったベーコンはほとんど言葉を発しませんが、内なる怒りが爆発し復讐していく様はリアルなゴア描写で、残酷描写ね、相まって最高です。オープニングとラストで効果的に使われるホームビデオや駐車場のシーンの圧巻の長回しも印象深く、まあそこね、歌丸さんも以前おっしゃっていましたが、ジェームス・ワンの最高傑作はそうではなく、狼の死刑宣告だと思います。インビジブルやスーパー、ね、のケビン・ベーコンも思い入れ深く大好きですが、この作品での彼のかっこよさにはかなわない。ラジオネーム小指ちゃん、私の好きなケビン・ベーコンの作品は狼の死刑宣告です。ある日旦那がレンタルしたものを鑑賞、
ベーコンとか誰、美味しそうな名前だしファミリー映画か。そんなやつそんなやついるか。オオカミ完全に舐め切っていたところ、凄まじいアクション、すげえ声が震えました。特に立体駐車場のシーンが大好きになり、出かけ先の立体駐車場で防犯アラームが鳴ると、まさかベーコンが街で暴走族がいかつい人を見ると、街のダニどもは全員死刑に処すしてこれ公開当時のコピーだからあんた知ってんだろって。またある時はお肉コーナーでベーコンがと、もう今では夫婦でベーコンのファンになってますというね。多分いい話だけどね。これあのさっきから駐車場のシーン、駐車場のシーンって言ってるのは、はい、お父さんがギャングたちに道端で結局追われる羽目になっちゃって、そのまま、駐車場にこう入っていくと。でそれをこう背中から最初捉えてて、最初はこう車に一瞬バーンってぶつかったらファファファって鳴り出しちゃって、助けも行く人がいないから、こうやって登りながらずっとファ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 鳴らしていくわけですよね。それでこうずっと登っていくカメラがこう背中を捉えてると思ったら、一旦カメラが外に出てもう一回降りて、1階のすぐ後ろに追ってきてるギャングの追っ手を捉えて、それらがもう一回表に出て、一番その上の階にいるあのベーコンのとこまでもう一回戻ってきて、ずっとショットが続いてって、で屋上の向かいのドアから追ってのギャングがバンって出てきたとこでまたカットが変わってこうアクションになるっていうすごいシーンなんですよ。でこれメイキング見ると、本当にどうやって撮ったのか全く分かんなくて、例えば CG なんかね、それデジタル処理的なの使ってんのかなと思って、完全人力でした。要は一旦、こう上下さでこうやったこのクレーンっていうかな、あれで渡したカメラを手渡しで下のカメラマンに渡して、もう要するにバケツリレーみたいな感じで、完全にバケツリレーみたいにして撮ってたりとか、あとその手前のものすごいスピード感のこうあの追跡機があるんだけど、それ完全にあれですよ、なんかユンボみたいなのに乗っかって、自主制作映画みたいな撮り方してコロ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 っていうとかね。あとさ、その駐車場の上のさ、そっから先格闘が始まって、車の中でノロ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 ってこう車が動き出して、その車がそう落っこちるまでのあのノロ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 って進む車のアクションとか、これ最高ですからね。あと俺たちの見たいケビン・ベーコンが全部入ってますからね。いいベーコン、悪いベーコン、ビビるベーコン、普通のベーコン、普通のベーコン、泣くベーコン、説明書読むベーコン、説明書読むベーコン、あのね、戦う時に丸坊主にするのもちゃんと物語的な必然、がありますし、そして息子のね、かわちゃん来てっていう、あと次男にこう話しかけるのも切ないじゃないですか。その息子は、次男はずっと長男のことを大事にしてたから、俺が死ねばよかったんだろうって思って、そんなことはないっつってね、で悪いお父さんだったっつってね、あれはいいですよね。親父泣かすんだよね。あれは本当にこれ隠れた埋もれた大傑作だと思いますので、狼の死刑宣告、ぜひちょっとこの機会にね、見ていただければと思う次第でございます。さあこれ4位、4位です。ちょっと待って、狼4位ってことはこれまたベスト3ですね。俺にとってはこれ大島優子4位みたいなもんだからねそうだねまさかね。さあいよいよ俺たちのキングオブベーコントップ3の発表です。第3位はフットルース、出ました。ここでフットルースじゃねえんだ聞いちゃったらそれは違うんだ、待ってましたね、はいはい。フットルースね、1984年、先ほどちょっと話もしましたけど、要は田舎の非常に保守的なアメリカ中西部の町に、シカゴ大都会からやってきた少年がやってきて、で要はロックとかダンスパーティーとか禁じられてると。ジョン・リス号がね、すごい厳しい校長先生で、で、そこでこういろいろ騒動を巻き起こしていくという話でございます。ですね、金玉画伯さん、僕の人生におけるベーコン体験は何といってもフットルースです。見た当時は中学生だったのですが、うちの親父の知り合いが家に遊びに来た際、その娘さんから、これ字幕ないけどストーリーは分かりやすいする、音楽もいいから見てみるといいよという話を受け、 VHS のビデオデッキで直輸入のダビング版を見たのが最初でした。だからすごい進め方してるな。日本でやる前に見てるってことかな、ね。確かに何言ってるか分かんなかったんですが、当時僕は誰がどう見てもど田舎と言われるクラスの僻地に住んでおり、それもあったのか、画面から伝わってくる田舎の閉塞感は半端なく、去年霧島部活やめるっていうのを見た際にも感じた、一生この山の向こうの景色を見ることはないを一見晴れ晴れとした円形に収めている映像にドッとした記憶があります。結構正しくキャッチしてますね。これすごいですね、このフットルース体験は。中学生でしょ、やっぱちょっともうちょっとそうですね、僕らもそのつもりで見たら、その田舎の閉塞感描写みたいなのが結構グッとくるものがあったりするのかもしれないですね。浮ついた方のじゃあね、はい、ペンネーム、ジョン
ディスゴーさん、はい、渋い渋い、やっぱりフットルースです。あの映画を見た後の気持ちの高揚感、何なんでしょう。20代の私はオンタイムで見てないのに、ケニー・ロギンスの曲にケビン・ベーコンのレッツダンスの一声でテンションは最高潮です。また見直そう。この本当に大好きってことですよね。なんかさ、すごい保守的な街の人たちが、うん、その尻馬に乗って、あの最後本をこう焼き出しちゃうんだよ、はい、あのライ麦畑とかああいうのをさ、うんうんうん、アクションだっつって焼き出しちゃって、うんうん、そしたらジョン・リスゴーの校長がすごく保守的な運動を引っ張ってきたのに、うん、こうやって何をするんだっつって、本を焼くものはいずれ人間を焼くっつって、うんうん、こう止めるって。あそこ、僕は、俺当時ジョン・リスゴーファンだったのであそこで俺号泣してましたね。ジョン・リスゴー特集か総選挙、はい、あ、でもフットルースちゃんと3位に入ってきたが、となるといよいよ2位以降読めないぞこれ、ということで俺たちのキングオブベーコン第2位はスーパ ー、 はーい、ということで来ましたね。こちらもね、シネマハスラー2000、日本公開2011年度、結構僕スーパー上の方じゃなかった、ベスト10入れてると思いますね、うん、監督ジェームズ・ガンね、これはどう説明したらいいんだこの話。普通の冴えないおっさん、ぶっちゃけちょっと若干精神の病気味の、寂しいおっさんが、まあ、世の悪に憤りすぎて、まあ、自分でヒーローになって自警団になっちゃう、でそこに、さらに輪をかけて頭がおかしい女の子がこう懐いてついてきちゃって、エレン・ページが、でその、主人公の、奥さんがリブ・タイラーなんだけど、はい、そのリブ・タイラーを、寝取った町一番のドラッグディーラーがケビン・ベーコン。こっちの方がずっとかっこいいからしょうがないんだよね、うん、まあ明らかにこうね主人公のこうレイン・ウィルソンはちょっとねやむなしっていうね、やむなし感があるんですよね、うんうん、はい、じゃあ行ってみようかな、はい、ラジオネームソース太郎さん、僕の好きなベーコンはいろいろありますが、スーパーのベーコンです。スーパーに売っているベーコンではなく、分かってるよ、スーパーに出演していたベーコンです。あのベーコンは悪役でしたが優しいやつだったと思います。主人公の気候に結構ギリギリまで我慢していたと思いますそしてなんで俺がこうなんの的な的なのにちょっと同情しちゃうラストがすごくベーコンっぽくて好きでした。あー確かに、うんうん、あのもう分かったから、うん、分かったからお前それ OK よと、うん、もう それ以上やったら勘弁しないからな、うん、って言ってんのにやるんだよね、うん、そうそうそう、でおいもうでもまだ怒んないで、うん、もういいからさ、ちょっと被害者っぽいんだよねあのねこれはなんだよな、でもあのスーパーっていう作品のそこがあの重層的なところ、ね、いいところですよね、あの主人公は、うん、はっきり言ってかなり自分勝手な妄想に踊らされてるだけで、はい、もちろん、はい、ドラッグディーラーは悪いやつなんだけど、うん、あの主人公はじゃあ完全にいいやつだ、いいやつかで最後にねお前ねそのベーコンがもう完全に開けるときにお前さ、俺死ぬのこれからお前でっていう、お前さねえべみたいなね、あの感じ誰もが共感するね、悪役から。もう一つだけ言いましょうかね、ラジオネームズキンさん、好きなケビン・ベーコンといえばインビジブルとか、最近では、ケビン・ベーコンのコイン脳天貫通しか覚えていない X メンファーストジェネション言っちゃうな、それ以外もいい場面あるだろ、最高の映画がたくさんありますが、個人的にはスーパーの、ジョックって役だっけ、強烈でした、卵料理を褒めるベーコン、そうだこの卵料理美味しい、あれは言いましたね、そうだ、ミスターレンジをぶっ殺した後に言い訳をかますベーコンあー死ぬ間際になったら正論めいたことを言い始めるベーコンベーコンがベーコンでベーコンしているような映画でした。間違っていたらすみませんいや間違ってない、ね、いや素晴らしい、これあれですね、なんかスーパーがもう一回見たくなるようなプレゼンですね、素晴らしかった、はい、ということはあれスーパーも出たし、うん、あれ1位なんだ、さあということで栄えあるキングオブベーコン第1位に輝いたのはトレバーズ、はい、あーそうきた、はいはいはい、トレマス1999年、フレッド・ウォードとねケビン・ベーコンが、まあ、田舎のあんちゃんで、まあ要はあのなんていうかな、地下巨大ミミズ版ジョーズみたいな話ですかね、はい、砂漠でね、どこに出てくるか分かんない、はい、まあ、すごい楽しい素晴らしい映画ですけどね、はい、日本公開1999年、トレマーズ、じゃトレマーズファンの声いただきましょう、ラジオネーム今夜が山田さん、僕の好きな役者の方のベーコンはトレマーズ、小学生の頃眠れない、夜の労働省ですり込まれ信頼できる男ベーコンを、確立した名作、ラジオネームトラマルさん、中学生の時バックトゥーザフューチャー3を見に行った時同時上映されたこの作品の面白さ、あこういうのいいですね、モグラのようなジョーズといった怪物に、必死に戦うベーコンに続行になり、本来目当ての作品を見るのを忘れて帰ってしまうほど満腹感を感じさせてくれた思い出のある一作でありますというね、ことでトレマーズ、僕実は今回キングオブベーコン
まあトレマーズは確実に上位に来るだろうなと思って改めて見直してみたらもう木下圭介並びと全く違ったんだけどまあでもやっぱ最高でした。まずねあれフレッド・ウォードとのコンビがすごいいいんですよね。あのレモ第一の挑戦のさ、なんかあのボンクラコンビっていうかね、あの二人とのこのやり取りがいいですしね、あの街の人たちのキャラクターも全員こう立ってるしっていうね、あとね見直してすごい、あこの映画意外とよくできてんなと思ったのは、あのとまあトレーマーズのやっつけ方あるじゃないですか、やっつけ方見た人分かると思いますけど、がオープニング要するにケビン・ベーコンは最初立ちションベンしてるんですけど、その立ちションベンしてるオープニングショットがちゃんとそのクライマックスのあそこかってちゃんとつながる癖になってる、うん、要はいきなりその場所が出てくるわけじゃなくて最初にケビン・ベーコンが証明してる場所っていうね、あのちゃんとその見せ方的にも正しいというかですね、こんだけ評価が高い、まあ、B 級中のね B 級映画ですけど、撮れます。ここにやっぱこれはほらやっぱ名優気取りのやつは、ね、だってミスティックリバーとトレマースとインビジブルとパーフェクトスナイパーフィルモグラフィーがすごいですよ、ね、フットルースとあんな踊りもうまくってっていうねことですからね。いやーよかったよかったまあトレマーズなら納得かなこれね。はい、ということで、でもね実は結構上位金さんなんですよみんな。あそうですか、うん、あそうですか。なんでこれ第2回開催したら全くどうなるか分かりません、ね、第2回開催してもいいけどね、変わんないはずです、うん、あとあれですね、僕はやっぱすごい興味があるのは皆さん今日の特集をどう思ったのかなっていう皆さんはどう感じられましたあなたの頃に何が残ってるでしょうか。映画見たくなるよね、デーコン映画ね。まあでもラブアゲインですもんね。そうですね、うん、私トレマーズはあのコサキン聞いてた時に、はい、関根勤さんがねやたら言ってね、どんな映画なんだろうって思ったのを思い出しました。まだ見てないの。見てない。でもなんかテレビで確かに見たような記憶はあるんだけども、うん、全然覚えてない。もうまあ普通に無類に楽しい、まあ、あのモンスター映画ですけどそんな怖すぎることもなく、はい、なんかカラッとした感じで、気候的にもカラッとしててグロッもないし、うん、ベーコン食べながら見るには最適なムードの方がやったら無線アメリカンな感じだしね。ということで、はい、ということで第1回キングオブベーコンランキングはこれにて終了となります。じゃあ後ほどちょっとねベーコンいただきながらね、はい、いろいろやりましょう、ということで第2回、皆さんまたお会いしましょう以上映画玉田シリーズ今夜決定、俺たちの好きなベーコンはどれだ祭りでした。すごいで、こんなに一部屋にベーコンが集まる機会ってあんまないですもんね。必要だったんですよね、この食べ物のベーコンは。それはだって私の推しベーコンも必要だったんですよ。いやそりゃそうですよ、だってそのなんかだってだってあっちのベーコンもあって感じがしちゃうじゃないですか。まあ確かに不自然ですよね、ベーコンに触れないのはね。全く触れないのこれおかしいです、ね。まあちなみにこの間までね、佐々木が働く申してた展覧会、はい、フランシスベーコンはなんてね、うん、はい、こと言ってる人もねいたみたいですけどね、うんうん、それをやったら、うん、なんかためになっちゃうじゃん。そう、いいこと言っちゃう。そのさ、ね、このサタデーナイトラボのコーナーがなんかさ、そのためになるみたいなさ、うん、いい話するみたいな。そういうなんかさもしい感じ。さもしい。さもしいでしょ。だってそんなためになるだなんてさ。優しいですよね。ねえ、そういうことですよ。もう、うん、そんなことでやっぱりその目をつぶって思い出のベーコン作品にさ、うん、思いを巡らすってそういう時間が、うん、ベーコンの香りを嗅ぎながら。そう、日本人に一番足りない時間なんじゃないんですかって。いいこと言うな。そういうことですよ。本当に怒られるかもしれない僕たちはね。ね、ということで。いや面白かったですね。ね、これでその今までさ見たことなかったベーコン作、俺も見てみようなんてさ。ベーコンサイドは。うん。特にリアクションなくですか。ベコンサイドリアクションあるわけないですよって、何の通達もなくワウワウにさえ知らせずにやってんだからあったら勝手にあったら困ります。そのワウワウのそのフォローイングも俺1回目しか見てないけど、うん、なかなかですよ、あの最高サスペンスというか、テレビで初主演なんですよね。結構たくさん出てるはいるけどもって感じ、うん、でやっぱりちょっとそのベーコン的な、うん、ちょっと若干危うさを秘めた、うん、下手するとお前悪の側に同化してしまうんじゃないのっていうのをね、ただそのベーコンとそのまあそのなんていうのカリスマ連続殺人鬼がいるんだけど、ぶっちゃけそいつ並ぶとまあそりゃさ、誰がどう見てもベーコンの方が悪すってか、お前のが怖いっていう感じがね。これは今んとこベーコンしょうがないですね。ベーコンってことですからね。はい、はい。